アルザマス師匠、アルザマスは、ロシア連邦ニジニノブゴロド州の都市。丘川の支流庁舎側の右岸に位置する。人口は10万7300人。ニジニノブゴロド市から南に112キロメートル。モスクワから410キロメートル。アルザマスの聖堂アルザマスの復活大聖堂1578年に、イヴァン4世によって、 当時モルドビン人が多く住んでいた辺境のこの地に要塞が築かれた。アルザマスという地名の由来については諸説あるが、どの説もモルドビン人の話していたエルジャ語の単語が元になったとしている。アルザマスの要塞はロシア帝国の南東部の国境の守備に大きな役割を果たした。このことは、 1781年8月16日に、定められた首相に描かれた盾に象徴されている。1719年にニ、ジにのぶごろど県の一地方の中心都市となった。1737年の人口は7000人に達し、ニジにのぶごろどにわずかに及ばない程度であった。1779年にアルザマス軍が設置され1781年に、 死の地位を与えられた。17世紀以降、アルザマスは、モスクワから、ロシア南東部の各地へ至る中継地として重要となり、商業が盛んになった。またガチョウや玉ねぎなど、農業や畜産、革製品の製造でも知られた。1812年のタイマポレオン戦役勝利を記念した、復活大聖堂をはじめとして、19世紀前半の、 アルザマスには20以上の聖堂が立ち並び宗教の中心地にもなった。1954年から1957年の間、アルザマスを州都とするアルザマス州が設けられたが、わずか3年で合理キー州に再統合されている。アルザマスの復活大聖堂、アルザマスには130を超える歴史的な遺物があり、ロシア連邦の歴史都市の一つとされている。 また、機械工業などの盛んな場所で、アルガマス機械製造工場は、軍用車や特殊車両を製造する自動車メーカーであり、現在は、ガズグループの一部となっている。ありがとうございます。